どうもこんばんは、ピヌさんです。かまいたちの夜やっていきます。よろしくお願いします。今回は少し話を進めたいと思いますので、一番上選んでね、進めていこうかと思います。一刻も早くマリの元へ行こうと思った。勇気を振り起こして階段へ向かう。この階段、こんなに音がしただろうか。驚くほどきしむ階段を恐る恐る降りていく。結構ね、編集してると階段を上り降りするときの効果音ってね、結構強めに入ってますね。談話室には誰もいない。玄関に出て乾燥室の方を覗き、僕は一瞬心臓が止まったかと思った。地下室の扉が開いていたのだ。次に心臓はドクドクと恐ろしいほどのスピードで打ち始めた。マリ、喉の奥から絞り出した声は自分のものとは思えないようなかすれた声だった。加山さんは地下室から抜け出したのだろうか。一体どうやって。それとも逆に誰かが鍵を開け中へ入ったのだろうか。だとしたら一体何のために。まあそもそもマリがなんで部屋を出たのかというところもありますよね。その時、バタバタと大きな足音が響いてきた。僕は驚いて飛び上がりそうになった。振り向くとそこにはマリがいた。ああ、マリだ。走ってきて急に止まろうとして転びそうになっている。通る。彼女は驚きと安堵の入り混じった声を上げる。マリ、一体何があったんだ。彼女は僕の問いに答えず、胸に飛び込んできた。しっかりと震えるその肩を僕は抱き止める。どうしたんだよ。さっきの悲鳴は、マリか。おじさんとおばさんが、小林夫妻やられちゃったか。そうか、それだけでおおよその想像はついたが、僕はそれを認めたくなかった。またしても誰かが、今度は小林夫妻を襲ったとでも。そんなことのあるわけがない。罪のない人たちが次々と殺されるなんて、そんなことの許されるはずがない。まさか、小林さんたちまで。呆然と問いかける僕の胸でマリは黙ったまま何度もうなずいた。一体誰が。僕は地下室を振り返った。加山さんはどうしただろうか。もしかしたら加山さんが地下室を抜け出して小林さんたちを。なるほどね。そういうことか。地下室行くか。バッドエンドっぽいよね、でもね。僕は加山さんが地下室にいるのかどうか確認するのが先だと思った。マリ、いいか、離れるんじゃないぞ。僕は胸元から彼女の顔を引き離し、無理やりに上に向かせてそう言った。恐怖と涙で歪んだマリの顔。僕がじっと見つめるとやがてこくりとうなずく。僕は彼女の手を握り地下室へと向かった。加山さん。下へ伸びる階段に向かって僕は呼びかけた。返事はない。ゆっくりと足を下ろし、一歩ずつ階段を降りていく。後ろに回した手は前の手をしっかりと握ったままだ。裸電球が冷え冷えとしたワイン蔵の唯一の明かりだった。影が緑になってんな。びっくりした、今。その赤いの下、加山さんはうつ伏せに倒れていた。顔は真横を向いていて、目はカッと見引かれているだね。その顔を中心として半径1メートルほどのどす黒い血だまりができていた。加山さんまで。もはや正常な思考ができる状態ではなくなっていた。バラバラ死体、姿なき襲撃者、殴り殺された緑さん、そして
小林夫婦に香山さん。もうこれは、数理だの、謎解きだのと言っていられる状況ではない。どうやって朝まで生き延びるか。それを考えない限り、僕やマリも殺される。そう思って行動するよりない。もう嫌。もう嫌。マリは僕にしがみついて泣き続けている。目がうつろだ。マリ、マリ、しっかりしろ。しっかりしなきゃ。俺たちもこうされるぞ。僕が肩を掴んで揺さぶると瞳に光が戻ってきた。さあ、とにかく上に戻ろう。何をすればいいのかはわからなかったが、とにかくいつまでも死体と一緒にいたくはなかった。マリを引きずるようにして階段を登った。玄関でしばし立ち尽くし何をするべきか考えた。小林夫妻の様子を見に行くべきか。それとも全員に、生き残っている人全員にこのことを伝えるのが先か。生きている人間の方が先だ。特に奥さんの春子さんには一刻も早く知らせてあげるべきだ。とは言っても、もしも春子さんが犯人だとすれば、その必要すらないが。舞の手を握ったまま2階へ戻り、みんなの部屋のドアを叩いて回った。起きてください。起きてください。非常事態です。お、ね、おっとして、お願いです。起きてく、あー、2回も連続で噛んでしもった。起きてください。三木本さんや香山さんの部屋からは反応がない。ドアの一つが、そっと細めに開いた。OL 三人組の部屋だ。かなこちゃんが目だけをキョロキョロと動かせて、僕とマリを見つめている。服を着替えた様子もないから、ずっと起きていたのだろう。また何かあったの？僕が重々しくうなずいたとき、春子さんがドアを開いて廊下へ出てきた。奥さん、ご主人が。僕は言いよどんだ。マリは再び泣きながら顔を背ける。そんな僕たちの様子を見て、彼女は一瞬で事態を察したようだった。ふっと顔から血の気が引いたかと思うと、よろめいて壁に手をついた。慌てて駆け寄ろうとしたが、彼女は手でそれを制した。大丈夫。大丈夫です。それで主人はどこで？地下室です。僕が答えると彼女は何度か深呼吸してから1階へと降りていった。旦那が死んだなどと聞いたら、気絶してしまうのではないかと思っていたが、彼女は見かけよりずっとタフなのかもしれない。おじさんが、殺されたの。かなこちゃんが声を潜めて聞く。それだけじゃありません。どうも、オーナーとその奥さんも。三人も。後ろから残り二人の、ヒューッと息を呑む音が聞こえた。あなた方三人はずっと起きてたんでしょ？何か物音を聞き。ドアを閉められてしまった。耳を澄ますと、部屋の中から誰かの泣き声と一緒に奇妙なつぶやきが聞こえてくる。天にまします我らの父よ、迷える子羊よ、お救いください。誰かクリスちゃんがいたらしい。僕はもうドアを開けてくれと頼む気にはなれなかった。どうせこの三人の中に犯人がいるとは思えない。むしろこうやって閉じこもっていた方が彼女たちにとっては安全だろう。二階にはあと一人、三木本さんがいるはずだ。なぜ出てこないのだろう。彼がみんなを殺したのか。そんな思いを抱きながら僕は三木本さんの部屋の前に立った。三木本さん、三木本さん、いないんですか？さっきより強くドアを叩く。相変わらず返事はなかった。そっとノブに手をかけ、ゆっくりと回してみた。開くか。開いたー。驚いたことに鍵はかかっておらず、ドアはあっさりと開いた。どこかに行っていいのだろうか。そうではなかった。
ミキモスさんはちゃんとベッドに横たわっていた。こんな状況でロックもしないとは一体どういう神経なのだろう。殺されない自信があるのか、それとも彼こそが。ミキモスさん、起きてください。ミキモスさん。僕はベッドに近づき、耳元でわめいた。しかし彼はピクリとも動かなかった。あれ、ミキモト殺された可能性ある？嘘。まさか。マリが絶句する。まさか死んでるんじゃ。僕も一瞬そんな考えを抱いた。あ、ってことは死んでないか。そんなことあるわけないよ。疲れてたんだよ、きっと。ミキモトさん。ミキモトさん。シーツの上から恐る恐る体を揺すってみる。丸太みたいに硬直している感じだ。あー、どっちだろう。脈、取ってみたら。バカなこと言うなよ。あれから怪我も何もしないのにどうして死ぬんだよ。そう言いながらもシーツの上に出されている腕をそっと掴んでみた。僕は思わず手を引っ込めた。氷のように冷え切っていたのだ。ミキモトさんまでこうされたのか。僕は慌ててもう一度手首をつかみ直し慎重に脈を探った。やっぱり死んでるのね。マリが、泣き笑いのような顔で聞く。僕は黙ってうなずくしかなかった。脈は完全に止まっていた。ミキモトの顔をちゃんと確認しないとちょっとわかんないよね、でも。しばらく立ち尽くしていた。何も考えられなかった。いざ犯人と対決となった時、一番頼りにできそうだったミキモトさん。そのミキモトさんまでが殺されてしまうとは。いや、待てよ。本当に殺されたんだろうか。ミキモトさんは殺されたんじゃないかもしれない。マリが驚いたように顔を上げる。どういうこと？ミキモトさんは頭をひどく殴られてた。もしかするとあの時脳内出血を起こしてたのかもしれない。そうなると時間が経つにつれて頭の中に血液が溜まって脳を圧迫することになる。放っておいたら死んでしまう。じゃあ自然死。元々の原因は殴られたことだから殺されたことには変わりないけど、他に外傷が見当たらない以上はそう考えるしかないんじゃないかな。どっちにしてもミキモトさんが死んでしまったことには変わりはない。ただ、殺人鬼に殺されたと思うよりも、怪我が原因で死んだと考えた方が気が楽だった。ねえ、トール。突然マリが驚いたように自分の口を手で押さえた。どうかした？ミキモトさんはここで死んでる。カヤマさんも、おじさんたちも。じゃあ、みんなを殺したのはやっぱり、トシオさんしかいない。犯人はやっぱりトシオさんだったのか。ということは、緑さんの死を悲しんで見せたのも、加山さんを殺しかねない様子を見せたのも、全部芝居だったというのだろうか。春子さん一人で大丈夫かしら。マリが心配そうにつぶやく。多分ね、三木本の部屋で死んでんのが年男で、みたいなことになっちゃうんじゃないかな。大変だ。もし年男さんが犯人でもう何の見境もなくなっていたら、僕を除けばあとは女性ばかりだ。あー、もうそういうことか。トール、マリ、ハルコ、年男、OL 三人組か。第一で戦う羽目になったら僕に勝ち目はないかもしれない。みんなで団結しなければまた新たな犠牲者が出ることになるだろう。僕は思った。上かな、多分。マリの前で弱音は吐けない。マリの目がなかったら僕は泣き叫んでこんなところからはとっくに逃げ出していたかもしれなかった。決して勇気がある方でもないし、喧嘩に自信があるわけでもない。でも、彼女の前で無様な前だけは見せたくなかった。加山さんの奥さんや女の子たちに警告だけはしといた方がいいだろうな。僕は努めて声が震えないようにゆっくりと言った。
それから小林さんたちの様子も見てこないと。いや、あそこへは行きたくない。マリは激しい口調で言い、何度も首を振った。まあ、もとい、マリがなんで部屋を出たのかっていうところもあるんだけどね、まだ。僕は彼女のあげた恐ろしい悲鳴を思い出した。きっと、二度と見たくないような光景だったんだろう。え、マリが犯人説ってあんのかな？僕だって危険を冒してわざわざそんなものを見に行きたくはない。仕方ないな。マリは女の子たちの部屋に入れてもらって一緒にいればいい。じゃあ、トール一人で。大丈夫、すぐ戻ってくるから。勤めて明るく言ったが、不安は増すばかりだった。女の子たちの部屋へ行き、再び強くノックする。開けてください。お願いします。マイとしばらく一緒にいてやってください。ドアの向こうは静まり返っている。入れてはもらえないのかと思ったとき、ドアがそっと開けられた。マリさんだけ？メガネのアキちゃんがやつれた顔で尋ねる。ええ、僕は今から下の様子を見てきますから。ならいいわ、入って。マリは頭を下げながら入る。ドアが閉まる前に僕は言った。俊夫さんが来ても絶対ドアを開けないでください。いいですね。返事はなかったが多分大丈夫だろう。僕は大きく一度深呼吸してから1階へと向かった。マリ犯人説ちょっとだけ残ったな。息を殺し、忍び足で階段を降りる。快適だったはずのペンションが今ではまるで違う建物に見える。曲がり角、そして部屋の隅の家具の影。そういったくだがりで、俊夫さんが息を潜めて待ち構えているような気がした。奥さん、春子さん、いますか？地下室のドアから下へ呼びかける。後ろに誰かが忍び寄っているような気がして何度も何度も振り返る。やがて春子さんがゆっくりと上がってきた。涙を流した様子はないが、今にも倒れそうな青白い顔をしている。僕は少しほっとしていった。あ、奥さん、無事でしたか。一人じゃ危ないですよ。二階で女の子たちと一緒にいてください。ハルコさんは僕の言葉が通じないみたいにスーッと脇を通り抜け、幽霊のように二階へと上がった。ちょっと水を飲ませてください。はい、やっていきましょう。なんとなく不安だが、とりあえず小林さんたちの様子を見に行くのが先だと思った。談話室に転がっていたモップの絵を取り上げ、構えながら食堂へと入っていく。テーブルの下に俊夫さんが潜んでいやしないかと改めながら進む。突然、鳩時計が鳴ったので心臓が飛び出しそうになった。時計を見ると4時25分。夜明けまであと数時間。裏口を通り過ぎてさらに進むと3つの部屋があった。突き当たりの部屋が小林さんたちの部屋だ。ドアを軽く押してみた。開いている。僕はまずドアが壁に当たるまで開けてから足を踏み入れた。ドアの影に隠れているかもしれないと思ったからだ。明かりはついたままだった。こじんまりとした台所と、隣の畳敷きの居間が明るく照らされている。ごく一般的な家庭のダイニングだ。こうやって見ると何も変わったところはないように感じられる。小林さんがいた。壁に背中をつけ、足を投げ出して床に座り込んでいる。小林さんの腹には包丁が突き立っていて、座り込んでいるあたりは血の海と化していた。自分で抜こうとしたのだろうか。まるで切腹でもしたみたいに両手で包丁を掴んでいる。胃液がこみ上げ、僕は口を手で押さえた。吐いてしまいそうだったので慌ててバスルームへ駆け込もうとした。バスルームのドアを開いた途端、何かがこちらに落ちてきた。いやー、血まみれの手だった。ひーと情けない声を上げそうになった。
バスルームの壁や洗面台に真っ赤な血が飛び散っている。裸の京子さんが入り口でバスタブのヘリに頭を乗せ、息絶えていた。そして、ガラス球のようにうつろな瞳が、じっと僕を見つめていた。マリはこれを見てたまらず悲鳴を上げたのだ。しかもマリにとっては血のつながったおじさん夫婦なのだ。一体どれほどの衝撃を受けたことだろう。それを考えるとマリがまだ正気を保っていられるのも、見かけによらぬ強い意志の力が働いているのかもしれない。一刻も早くマリの元へ戻りたかった。二三歩後ずさって二人の死体が見えなくなると一目散に走り出した。もうゆっくり警戒しながら歩くことなどできなかった。ただもう少しでも早くここを離れたかった。裏口を通り過ぎるとき、ドアノブに血のようなものがついているのに気がついた。なぜこんなところに。僕は気になって立ち止まった。よく見ると、ノブだけでなく床のあたりにも血のようなどす黒い跡がある。まあここが年男の部屋なんじゃないの。僕は、どっちでしょうかね。どっちでしょうかね。悩みますね。こっちかな。ごくりと唾を飲み込んでドアに近づいた。血に触れないようにそっと指でノブを掴んで回したが、鍵がかかっていてドアは開かなかった。つまり、敏夫さんはこっから逃げた、わけではない。そういうことだろうか。小林夫妻を殺した後ここを通る際についノブに触れてしまったということだろうか。しかしそれにしては付着した血の量が多すぎるような気がした。血まみれの手でノブを掴んだ。そういう感じだったんだ。ちょっと B をしてみようかな。僕は慎重にロックを外すとドアを小さく押し開けた。外。風の音が一段と高まり吹雪が吹き込んでくる。立ち寄った一瞬、雪の中に赤いものが見えた。血だ。大量の血が真っ白な積雪に耐えていて、毒々しいシロップをかけた氷いちごのように見える。一体、誰の血だ。驚きから立ち直ると僕は疑問に思った。敏夫さんが小林夫妻を殺したんだとすると、死体の様子からして、ある程度帰り血は浴びただろう。しかしそれがこんな風に流れるわけもない。また誰か別の人間が殺されているのだろうか。それとも、敏夫さん自身が、小林さんか誰かを殺すときに死に物狂いの抵抗を受けて怪我をしたのだろうか。ここか。ここで、ですね。分岐が何個かあって、エンディングが4つ存在する分岐ですね、ここが。A を選ぶと、その4つのどれかに行きます。僕は意を決して荒れ狂う吹雪の中に足を踏み出した。ドアを開け放ったまま、そこから漏れる明かりを頼りに血の跡をたどる。スリッパ履きのため一歩ごとに足元から凍りついていくようだ。五六歩も歩くと明かりもその力を失い、降りしきる雪の中ではもはや血痕をたどることもかなわない。僕は立ち止まり、闇の中に目を凝らした。闇の中で獣のように光る二つの目が見えた。そうなんだ。と思った途端、吹雪の中から塩とも黒ともつかぬ影が叫び声を上げながら飛びかかってきた。モップを構える暇もなく、僕は雪の中へ仰向けに押し倒された。恐ろしい力が首を締め付け、僕の頭を雪の中へと沈める。誰だ。僕が潰れそうな喉で叫んだ途端、スッと首の力が緩んで、驚いたような声が聞こえた。トール君か。敏夫さんの声だった。
僕を殺すつもりじゃなかったのだろうか。敏夫さん？上にのしかかっていた力が急に消え失せ、どさりと倒れ込む音がした。恐る恐る身を起こすと、雪の中に倒れている敏夫さんの姿がぼんやりと見えた。その額は血まみれで、顔は雪よりも白かった。加山さんや小林夫妻を惨殺したかもしれない敏夫さん。その敏夫さんもまたひどい怪我をしている。逃げ出すべきか迷ったが、結局僕はその場に留まることにした。敏夫さん、一体何があったんですか？敏夫さんはまるでさっきのバカ力で燃え尽きたみたいに今にも消え入りそうな声でつぶやいた。あいつだよ。やっぱりあいつだったんだ。あいつって？僕は尋ねたが、その声はもう敏夫さんの耳には届いていないようだった。妙な音がしたから廊下へ出た。そしたらオーナーの部屋のドアが開いていた。中を覗き込んだ途端、頭を殴られた。あいつがドアの陰に隠れていやがったんだ。俺は必死で裏口まで逃げた。息が苦しそうだ。あいつって誰なんです、敏夫さん。僕は敏夫さんに這い寄り、顔を近づけて叫んだ。ドアを飛び出して外へ逃げたのは良かったんだが、中から鍵をかけられちまって、このざまさ。俺はもうダメだ。やられるなよ。あいつはきっと全員を。敏夫さん、敏夫さん、せめて名前を言ってからこと切れてほしかったっすね。敏夫さんの声が聞こえなくなった。敏夫さん、誰なんです、誰がこんなことを。僕は雪に埋もれてゆく敏夫さんの肩を掴んで揺さぶった。もう死んだのかもしれない。たとえまだ息があっても医者もいないこの状況では助かりようがない。僕は敏夫さんの体を引きずって裏口から中へ入れた。ドアを開け放したままだったせいで中まで雪が積もりかけている。比較的暖かそうな食堂まで引きずっていき、僕は敏夫さんの心臓に耳を当てた。どこを探っても鼓動は感じられない。明かりの下で見る敏夫さんの顔はまさに死にそのものだった。ということは、三木本の部屋にあった死体って誰なんだろう。僕は混乱しきっていた。敏夫さんは犯人ではなかった。あいつにやられたという。小林夫妻も同じ、あいつにやられた。あいつとは一体誰だ。生き残っているのは僕とマリを除けば、春子さんと大江津三人だけじゃないか。みんな女だし、特に体力がありそうなタイプでもない。それが小林夫妻を襲い、敏夫さんまでも殴り倒したというのだろうか。これがこっちだな。もしや加山さんが？そういえば加山さんの脈を取ってなかったことを思い出した。あの人の死体には僕もマリも触れなかった。もしかしたらあれは単に死んだふりをしていただけなんだ、もっとだけだったのではないか。そしてまだこの建物の中をうろつきながら僕たちを殺す機会をずっと狙っているんじゃないのか。A と B か、ここで A と B か。加山さんが本当に死んでいることを確認する必要があると思った。はい。僕はモップを握り直してゆっくりと食堂を抜け、地下室への扉へとたどり着いた。最後に見た時と全く変わらない様子でドアは半分開いている。僕は大きく深呼吸してから階段を降り始めた。いなくなってる？半分も降りないうちに加山さんの体が見えてくる。あ、いた。発見した時と同じように階段の下で倒れている。あれが死んだふりだなんてことがあり得るだろうか。小林さんたちを殺し、敏夫さんを襲った後で地下室に戻ったというのか。最後の数段をさらに慎重に降りると、僕はまず加山さんの周りをゆっくりと回った。今日一日で何度も嗅いだ、むせるような匂いが、加山さんの頭の下から流れてた黒ずみが血であることをはっきりと示していた。モップの絵の先で軽く加山さんの体をつついてみた。何の反応もない。
ひざまずき、加山さんの手首に触れた。冷たい。結構ね、死体ってね、なんだろう、部屋に置いてあると、部屋に入った瞬間にわかりますよ、その、なんか冷たさっていうのがね、触らなくても近づいただだけで多分伝わってくるんじゃないかなと思いますね。脈を探ったがやはり何も感じられない。やっぱり加山さんは死んでいる。ほっとしたのも一瞬だった。加山さんはやっぱり死んでいる。では一体どういうことになるんだろう。ゾンビが？生ける屍が？見ていない間に、噛むね、見ていない間に、歩き回って人を殺しているとでも。でなければ女性の中の誰かが恐ろしい殺人鬼だと考えるしかなくなってしまう。待てよ。生ける屍？僕はそっとひざまずくと、吐き気をこらえながら加山さんの顔を観察した。目はカッと見開いていて、割れた額には血で固まった髪の毛がこびりついている。心臓のあたりに手を当てて鼓動を探った。服を通してさえ体温のないことがはっきりとわかるし、かすかな鼓動さえも感じられない。そうか。ジグソーパズルのいくつもの断片が音を立ててピタリとはまった。この悪夢のような事件の張本人が誰か今ようやくわかった。それは、ここがね、分岐あるんすよ、たくさん。こっからね、ここまで来ると分岐がですね、4つ存在するので、まあ、今日はこの一つ、まあ、確実にバッドエンドだと思うんですけど、これをね、見ましょう。マリだ。信じられない。信じたくない。しかしそう考えるしかなかった。僕は重い足取りで階段を上り、OL たちの部屋へたどり着いた。ドアが開いていた。僕はなんとなくその光景を予期していたような気がする。ベッドの一つの上にかなこちゃんが仰向けに倒れている。血は流れていなかったが、首が奇妙な角度で折れ曲がっていた。あきちゃんは壁際にもたれて座っているみたいだが、その壁にはスイカを叩きつけたみたいに赤い血しぶきが飛び散っている。そして、ケイコちゃん。彼女は窓から逃げようとしたみたいに頭からガラスに突っ込んでいた。その背中は血まみえで、服はズタズタに切り裂かれている。ナイフか何かでめった突きにされたようだ。僕は何も感じなかった。そして、キビスを返すと僕の部屋へと戻った。ドアを開けて中を覗いたが誰もいない。振り向くとマリが自分の部屋から出てくるのが見えた。彼女も僕を見て一瞬驚いたようだった。けれど、すぐにほっとしたような笑みを浮かべ、こちらへ向かって早足で歩いてくる。右手を後ろに回しているのが僕には気になる。トール、よかった。大丈夫だったのね。ってことは三木本が OL 三人組やってんのかな。だけど、トール勘違いして、これは、マリやっちゃうよね、多分ね。彼女は心底嬉しそうな表情を浮かべ、近づいてくる。あと数歩のところまで来たところで、彼女は急に足を早め、僕に向かって飛びかかってきた。僕までも殺すつもりなのか、マリ。僕はぎゅっと目をつぶって手にしたモップをマリめがけて振り下ろした。キャー！嫌な手応えがあって、どさりと倒れる音がした。目を開けるとマリが顔を押さえて床に倒れていた。僕は自分のしたことに驚き、モップを取り落とした。マリ、大丈夫か？床に膝をつき、彼女ににじり寄る。顔を押さえた指の隙間から真っ赤な血が溢れている。どうして取る？僕が聞きたいよ、マリー。どうして人殺しなんか。そう言いかけたとき、マリーの傍らに落ちているものを見つけた。十字架のついたネックレス。彼女はこれを自分の部屋に取りに行ったのだろう。僕はそれをナイフか何かを隠し持っていると勘違いしたのだ。彼女は僕に襲いかかったのではなかった。ただ、抱きつこうとしただけだった。それを僕は。
マリ、マリ、許してくれ。君がみんなを殺したと思ったんだ。マリ、しっかりしてくれ。マリはゆっくりと手を顔から離し、僕の顔を見上げた。最後に、微笑んだように見えたのは、多分僕の錯覚だろう。彼女の目がくるりと反転し、白目になった。マリ、マリ、マリ。僕がマリを殺した。僕がマリを。これは夢だ。悪夢を見ているのに違いない。目を覚ますと僕は、ベッドに寝ていて、マリがドアをどんどんと叩いているのだ。早く起きないと朝食に遅れるわよ。なんて、怒鳴りながら。そして僕は、ヘトヘトになるまで前のスキーレッスンを受け、多少上達して家へ帰るのだ。やがて、冬休みが終わると大学が始まり、僕とマリはいつしか公認のカップルになり、卒業して、何年かした頃には、結婚してたりなんかして、楽しいことを考えているのに、涙が溢れてくるのは、どうしたわけだ。これはただの夢で、僕とマリは楽しいスキー旅行を続けるのだから、悲しむことなんか何もない。誰かが目の前に立っているのに気づいたのは、影が落ちたからだった。ゆっくりと顔を上げたが、涙でいっぱいの目に映ったのはぼんやりとした輪郭でしかなかった。誰だ。返事はなかった。ただ、風を切る音が聞こえ、脳天からつま先まで衝撃が走った。世界が回り、やがて暗闇が押し寄せた。夢が終わる。これで僕はようやくこの悪夢から逃れることができる。マリー、マリー、早く僕を起こしてくれ。早く。いやー、バッドエンドでしたなぁ。バッドエンドですが、スタッフロールなしか。ロールしませんでしたね。はい、バッドエンドを迎えました。ここ結構集中してますので、次回、ちょっと他のエンディングをね、取りに行こうかなと思います。今日はここで終わりましょう。ご視聴ありがとうございました。また次回もどうぞよろしくお願いします。